ファラー州地図、ファラー州は、アフガニスタンの西部にある州である。周囲を、ヘラート州、ゴール州、ヘルマンド州、ニームルーズ州、そして、イランの南ホラーサーン州、スイスタン・バルジェスターン州と接している。アフガニスタンで4番目に大きな州であるが、人口は少ない。面積48,471平方キロメートル、人口43万8000人。 州とは、地域の商業と農業の中心地、ファラー。古代の城塞の遺跡が多く残ることで知られている。ファラー県を、はじめ11県を要する。ファラー州の住民は有望で、勤勉、土地やお金にこだわる気風でも知られている。これには、ファラー州が、歴史的に豊かな地域ではなかったことが、影響しているのであろう。その他、ファラー名物といえば、 乾燥食品、重婚、大家族。民族的にはパシュトゥーン人が多数派であるが、州都の周辺は多軸人が多い。また州内にはアイマーク人が多い地域もいくつかある。ファラー州は家父長制社会であり、部族長は高い尊敬を受ける。一族の名誉が重んじられ、一族の者は一族の名誉を尊重し常に守ることを幼少の頃から教え込まれる。 マフリーとして、信仰を集めるサイード・ムハンマド・ジョーン・プリーの墓が、ファラーにあり、パキスタンやインドなど、世界中から、毎年多くの信者が参詣に訪れる。他の紛争地域と同様に、パシュトゥーン人が、多数派の地域にもかかわらず、ファラー州は、アメリカのアフガニスタン信仰の後も、比較的平穏を保っている。しかし、東部山岳地帯では少なくとも一度、 米軍のターリバーン総統作戦が実施された。2005年2月、道州北部で援助機関の職員がターリバーンに殺害され、知事の暗殺未遂事件も発生した。治安状況が悪いヘルマンド州とウルーズガーン州に隣接しているため、ターリバーンをはじめ、非合法組織が域内を頻繁に通過し、時には州内の地域を占拠するという事件が何度か起こっている。 この種の事件は南部諸州で国際治安支援部隊のタリバーンへの攻勢が強まるにつれ増加している。ファラー郊外で地域復興支援チームの基地を米軍と NATO が運営している。ファラーの道路は2005年5月から飛躍的に改修が進んでいる。また、教育システムにも大きな改善が施されるとともに PRT による武装解除も進められている。 2018年7月31日、州内の道路脇に仕掛けられた即席爆弾が爆発して、旅客バスを直撃11人が死亡31人が負傷した。犯行声明は出されていない。2021年8月10日、ターリバーンは州とファラーを占領した。ありがとうございます。